はこの結婚することでの大事なポイントの2つ目を明かしてしまうとですね、相手の深いところを理解できるかっていうふうに書かれてますよ。だから実はその感謝の心ができないということは、相手の心がまだ分かっていない、状況が理解できていない、それこそまあ一番は多分両親だと思うんですよね。自分を産んでくれた両親への感謝ができているか、まあ、たとえ今うつの状態でずっといるお母さんであってもやっぱり子供を産みたいというふうに思った、というかでもそれは実は根性を持ったというよりは、生まれる前に D さん自身やその妹さんを産みますということを天国でお父さんお母さんとその4人で誓い合ってきてるんですよね。でそれをちゃんと根性またお父さんお母さんが巡り合って結婚して妊娠してちゃんと五体満足な体で産んでくれた、でそれはうつという状況があったにせよちゃんと生を授けてくれたということへの深い感謝と、でそれがどれぐらい困難が伴ったことなのか、お母さんからしたらもしかしたら途中で何かこうノイローゼ気味になっていたのかもしれないし、まあそれを理解しきれなくてもしかしたら妹さんなんかはそういったところも少なからず多分あると思うんですよね、自殺されてしまって、それは学校でのなんかいろいろあったと思うんですけど、妹さんが自殺されたのは、まあ中学生の時に妹さんがいじめられてた、学校でいじめられてたみたいで、それで心療科ですかね、精神病院っていうんですか、科に行った時に統合失調症と診断されて、でその後に亡くなってるみたい、自殺されてるみたいなんですね。だから多分そういう環境にいると、はい、生きてることが多分そんなに明るい、明るくは思えなかったんじゃないかなっていうことで、しかもそういう状況をもう横で見ていたその、ね、ご友人の方からすると、やっぱりこう本当にこの世が美しく見えてないんじゃないかな、本当に人を理解したりとか、まあ仏性っていうものが人間には必ずあって、はいはい、全員その仏様と同じ性質を持っている、それは決して暗いものではなくて、優しさだったり笑顔だったり愛であったり建設的な考え方であったり、そういうありとあらゆる思いつくいいことが実は心の中には全員備わっている、でそれにあとは自分が気づけるか気づけないか、気づけた瞬間に今見えている世界とは全く違う世界が見えてきて、でも今回秘密の法っていう新しい大川総裁の書籍を持ってきたんですけども、ここにですねこの秘密の法を読むと、まあ、どうなるかっていうことが書いてあって、この前書きにですね2ページに、秘密の法があなた自身の常識に変わるとき、世界はより美しく喜びに満ちたものになるだろう、そしてあなたは神に生かされていることの神秘に感謝するに違いない、この喜びに満ちた世界っていうものの感覚をですね、ぜひ積極的にこう見てみたい、そういった世界の中で自分が生きてみたいっていうふうにですね思っていただきたいな。で実は僕もですねそれできないんですよ。で毎朝目が覚めたら今日も目が見えると、で、あ、手が2本ある、指が10本ある、あ、爪が爪としてある、あ、ちゃんと動く、あ、足が2本ある、で、手の細胞が今日も手の細胞としてあってくれて、今日も僕は生きることができる、ありがとうございます、って言って、でその後カーテンをガシャって開けて、雨の日だろうが晴れの日だろうが雪の日だろうが何だろうが、今日も世界は美しいっていう言葉を出して、それから朝を始めるんです、なんか映画みたいでそこで、牛乳をグビッと飲むみたいなねいやでも海外の映画僕はそれをしないと心のなんかスイッチが入らないんですよ。そういうなんかそういう習慣とかを何か一つ始めていただくのも、新しい美しい人生を歩んでいただくために必要なことかもしれないなというふうに思いました。今スイッチって結構重要ですよね。だ結構苦難困難から抜け出したいし、もうなんか勘のいい人だと何が悪いかまで分かってるけど、
抜け出そうとしない人っているじゃないですか、でこれはそういうとこが自分にもあるし、でそういう時って何かというとエネルギーが湧いてこないですよね、抜け出そうとする。で結構こういう方って多いんじゃないかなと思うんですけど、これってほんまにスイッチ入れるかどうかで、やっぱり最後これも元も子もないですけど、奮い立たせないとしょうがない部分ってあると思うんですよ、自分自身がね。そう、まあ、上昇志向も不当不屈の精神って出てくるんですけど、乗り越えてやろうと、まずこの環境を嫌だと嘆いててもしゃあないんで一回受け入れて、もうこれ事実としてある以上はしょうがないと、でこっからなんとか這い上がってやろうっていうところですよね。でこれは前回のお悩みとかでも出てきましたけど、目の前にあるこの苦難困難は理由があって出てきてる。天正輪廻の中で、人生の中で自分が解かなきゃいけない問題として与えられているものっていうふうに書かれてますけど、この問題解ききってやろうというこの意思というか、その方が過去何度も生まれ変わって生きている中で出てきている積み重ねたカルマというか業みたいなものもあるのかもしれないですし、そこをもう取り払ってやろうと、乗り越えようという強い意志みたいなものが、もう本当にスイッチをバチッと入れてですね、こう頑張ろうっていうこの気持ちを高めるっていうこともすごい大事だと思うんですよね。もう今は頑張る、今だけ頑張るとかいう感じでもいいと思うんです。今日一日頑張ろうという感じでやるの大事かな。決めて、似たようなことが105ページに書いてあるんですけどね、今まさしく問題の渦中にあるということは、1ヶ月2ヶ月あるいは半年間タイトルマッチのために練習してきて、やっと今リングに上がったのだということです。まさしくこの時のために今回の生があったのです。いや、今回の生というよりも生まれ変わる前に何十年か何百年か実在界のどこかで修行してきて、よし今度は見ておれ、今度は見事にやるぞと思って地上に出てきたのです。したがってその助走の期間だけを見ても少なくとも数百年はかかっています。場合によってはもっとかかっている人もいます。それだけの期間をかけてトレーニングを積み、そしてタイトルマッチに出てきたのですと。今今世 D さんが今こういった問題に直面しているのは、それはまさにこう D さんにとってのタイトルマッチですから、そこに先ほど言った不当不屈の精神でですね、ぜひですね、ファイティングポーズをとってですね、戦っていただきたいですね。そうですね、なんか集大成かもしれないですよね。ぜひロッキーも見ていただきたいですし、空手キッドも見ていただきたいですし、かかってこいぐらいの感じで、コブラカも見ていただきたいですね。出た。そんな話はいいんだよ。なんか最後に一言、こうやってお話を聞かせていただいて、こうやって今日相談してくださったような友達がいるっていうだけでも、その方はある意味恵まれてるかもしれないし、なんかなんでしょうね、すごくお辛い環境にいらっしゃるっていうのもすごく伝わってきたんですけど、なんかいいところ、いい友人がいて、いい環境もあるっていうところをしっかりこうなんか見つめ直せるこう機会に、ちょっとでも今回こうやって お悩みが、表に出たことをですね、いいきっかけにしてもらったら嬉しいなと思いますね。最後に私から一つ、ここだけちょっと、私の、いろいろ話をさせていただいたんですが、最後にこれだけで持って帰っていただきたいなっていうところがございまして、244ページがちょっと長いんですけど、全部読ませていただきますね。どのようなことがあっても、とにかく良いことを言われればそれに対して感謝をし、これは自分が今まで多くの人の力によって精進できたおかげだと思うのです。自分の力と思わずに、物心の力もあったし、他の人の力もあったのだということで、ますます謙虚になっていきます。実るほど頭を垂れる稲穂かなという心境です。実りがつけばつくほど謙虚になっていくのです。逆に苦難があればあるほどに、これこそ絶好の堆肥だ、肥料だと考え、それによって自らを実らせていきます。そうした考えです。この考えを持てば、もう逆境など怖くありません。逆境に入れば、よし、いよいよこれから肥料を積む時期だ、自分の教訓を得る時期だ、待っていましたということで、それを受け止めます。それは必ず皆さんが大きく新しい光になるための力になるはずですと。
まあとにかくまず感謝から始めていただきながら、まあ、あとは妹様へも含めてそのエコーというか、その感謝の心を手向けていただく、はい、でただそればかりを考えるとちょっと何ですかね、引きずられる、憑依されてしまう可能性も十分にあると思いますので、はい、まあ、そういった時はぜひあのしっかりとしたこう磁場というか霊的空間の中で、一人ではなくて多くの方々と共に祈りを捧げさせていただくことで、強い光をその妹さんにも送ることができますし、また D さんご自身をその、うん、おそらく妹さん苦しい思いで今もまだこの三次元世界、地上世界を漂っていると思いますので、影響を受けることなく力強く人生を歩めると思うので、ぜひお近くの幸福の科学の支部にも来ていただきたいなというふうにも思います。はい、もう連れて行きます、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました、はい。